夏に使いまくったカーエアコンはお疲れ気味。秋になって車のメンテナンスをじっくりできる気候になりました。2022年も猛暑でしたが過酷な暑さだったのは人間だけでなく車も一緒。特にカーエアコンにとっては厳しい暑さだったと思います。そんな猛暑の中酷使されたカーエアコンですが、 これからも頑張って稼働してもらうためにも、リフレッシュさせてみてはいかがでしょう。カーエアコンは、冷媒と呼ばれるエアコンガスがエアコンシステム内の、様々な装置を経由して循環する構造になっています。エアコンガスがコンプレッサーで圧縮されて、高温高圧の状態になり、コンデンサーへと送り込まれます。 コンデンサーの内部には細い管が張り巡らされており、ここを高圧のガスが通過することで熱を放出。高圧はそのままに温度だけ下げた状態で、次のレシーバーで液状のエアコンガスを貯めます。その後、エキスパンションバルブへと送られ、高圧のガスを一気に膨張させ霧状に噴射。 低圧になったエアコンガスが次に向かうのがエバポレーターです。ここではエキスパンションバルブから噴出されたエアコンガスが膨張するときに周囲の熱を奪って気化する原理を応用周囲の熱を奪う気化熱でブロアファンから送り込まれた空気を冷やします。さらにエバポレーターは空気中の水蒸気を 冷やすことで水分を分離させる除湿機能を持っています。ブロアファンから取り込まれた空気は暑いほど水蒸気が多く含まれており、冷やすことで余分な水蒸気がエバポレーター内で結露化して水分になるのですが、カーエアコンを使用している車の下部からポタポタと流れる水滴は このエバポレーターで結露となった空気中の水分なのです。ここからさらに指定された温度にまで再度温める作業を経て、エアコンフィルターで不純物を取り除き、最後にエアコンの吹き出し口から冷たい風となって出てきます。エアコンのリフレッシュで重要になってくるのが、コンプレッサーとコンデンサー、エキスパンションバルブ、エバポレーター、 そしてエアコンフィルターです。この中でいくつかの箇所は自分でメンテナンスすることが可能です。自動車販売店の整備責任者であるメカニックの計算に聞いてみました。夏場に酷使したエアコンをリフレッシュするとき、メンテナンスするべき箇所を見つけるためにも、整備点検を行いましょう。個人では点検しにくい部分、 例えばエアコンの効きが悪くなったり風が弱く感じたりするような場合はエキスパンションバルブの目詰まりも考えられます逆にそれ以外で症状が出るようならそれは不具合で修理が必要になるので DIY でリフレッシュする前にまずはプロに見てもらうのがおすすめですエアコンの操作で不具合が発生する場合はコンプレッサーについている マグネットクラッチ、コンプレッサーのオン・オフを切り替えるスイッチの不具合の可能性も高く、そうなると DIY で直せるレベルではないので、症状がひどくなる前に修理した方が良いと言います。インターネットでは自分でできるエバポレーターの洗浄なども紹介されていますが、かなり手間がかかりますし、間違った方法でやると、 逆に装置を痛める原因にもなります。そのあたりの線引きを考えながら、メンテナンスすると良いと思います。メカニック計算。自分でできるリフレッシュ方法。それでも自分でできるメンテナンスはあります。それがフィルター交換とコンデンサーの洗浄です。カーエアコンのフィルターは大抵がグローブボックスの 奥にカートリッジ形式で設置されています。これは説明書やインターネットで車種の作業動画などを検索すれば出てきます。パネルを外したりする手間はありますが、フィルター交換は自分でもできるメンテナンスだと思います。メカニック計算。それではグリル下またはフロントバンパー奥にある。 コンデンサーの洗浄はどうでしょうかこれも自身でできる範疇のメンテナンスだと思います。ただし注意したいのは、もともとフロントのエア吸入口、またはグリルから入ってくるレベルの水、一般的な雨レベルと想定し設計されているので、ボンネットを開けてまでの洗浄はむしろ逆効果。 コンデンサー本体が水圧によって変形してしまう可能性もあるので、通常の洗車時にグリルなどから見える範囲を、多少念入りに洗い流すだけで十分です。メカニック計算。やはりそれ以上のメンテナンスとなると、プロに任せた方が間違いなさそうです。エアコンの効きが悪くなると、真っ先に疑いたくなるのがエアコンガスの不足です。 よくカー用品店などでエアコンガス、冷媒、を、新品に入れ替えてリフレッシュ、という謳い文句を見かけたこともあるでしょう。しかしメカニックの計算によると、エアコンの効きが悪い場合や、ガスの圧力不足やその他の装置の目詰まりなどが、原因なケースがほとんどなのだとか、 つまりエアコンガスを入れ替える必要はないのだそうです。もちろんエアコンガスを入れ替えることが悪いではありません。ただエアコンの効きが悪いのは圧力を変化させるコンプレッサーやエキスパンションバルブの不具合の可能性が高くガス自体に問題があるわけではないんです。ガスが不足するということは 循環システムのどこかに漏れがあるということでもあり、単純に入れ替えれば劇的に冷えるようになるわけではないことをご理解いただければと思います。メカニック計算。エアコンガスに限っては補充はあっても入れ替えは意味なしというのが正解のようです。ユーザーからすれば無駄な交換でお金を使うより、 他に見てもらう部分があることを考えた方が良いかもしれないです。